ボアのみで区別される二つの楽器トランペット、円筒形コルネット、円錐形違いは外部からは見えないかもしれない音楽において、感覚器のボアはその内部質である。ボアは空気が通過する流路を定義し、これは音を生み出す振動を決める。ボアの形状は楽器の音色に強い影響を与える。円錐と円筒が感覚器のボアを説明するために、 使われる二つの理想化された形状である。楽器はフレアで終わる主に円筒形の管で構成される。これらの形状は楽器の音色に関連した倍音の突出に影響を与える。円筒形ボアの直径はその長さに沿って一定である。音響的な挙動は楽器が閉じているかまたは開いているかに依存する。快感の場合、第一固有振動によって生成される波長は 管の長さの約2倍である。第二固有振動で生成される波長は、管の長さの半分であるため、その音高は1オクターブ高くなり、従って、開いた円筒形ボア楽器は、オクターブでオーバーブローする。これは、第二倍音に相当し、一般に開いた円筒形ボア楽器の高調波スペクトルは、偶数倍音と奇数倍音の両方で強い。閉の場合、 1> 第1固有振動によって生成される波長は管の長さの約4倍である。第2固有振動によって生じる波長はその3分の1、すなわち管の長さの3分の4であるため、その音高は12度高くなる。閉じている円筒形ボア楽器は12度でオーバーブローする。これは第3倍音に相当する。一般的に閉じている 円筒形ボア楽器の高調波スペクトルは特に下の音域では奇数倍音のみが強く現れる。しかし、現代の金管楽器は一般的に全ての音符で楽器の前兆を使用しているためマウスピースとベルの影響を大きく受ける。これらの影響によりボアがほとんど円筒形であっても楽器の響きは円錐管の響きに近いものになる。円筒形 またはほとんど円筒形のボアを持つ楽器、円錐形ボアの直径は楽器の端からの距離に従って直線的に変化する。完全な円錐形ボアは直径例で始まる。しかしながら実際の楽器のボアは円錐の水代に近い。第1固有振動によって生成される波長は頂点から測った円錐の距離の約2倍である。第2固有振動によって生成される波長は 円錐の長さとほぼ等しく、その音高はオクターブ高い。したがって、円錐形ボア楽器は、開いた円筒形ボアを持つ楽器と同様に、オクターブでオーバーブローし、一般的に奇数バイオンと偶数バイオンの両方が強い高調波スペクトルを有する。円錐形またはほとんど円錐形のボアを持つ楽器、木管楽器のボアの一部は、正確な円錐、または、 伝統からずれている。例えば、オーボエとオーボエダモーレは似た音符であるものの、異なる形状のベルを持つ。そのため、オーボエダモーレのような、ふくよかな音色に比べて、オーボエの音色は、突き刺さるようと表現される。一般的に、木管楽器の音色は、ボアの形状によって決まるものの、楽器の外側の形状は、典型的には音色にほとんど影響を与えない。また、 木管楽器の外側の形状は、そのボアの形状と明らさまに一致していない場合もある。例えば、オーボイとクラリネットは、外見は似ていても、オーボイのボアは円錐形、クラリネットのボアは円筒形である。バロックリコーダーのボアは逆テーパーを有しており、楽器の頭部はより広く、側部はより狭い。ほとんどの近代リコーダーも、 バロックリコーダーと非常に似せて作られているため、このような円錐形ボアを有する。しかしながら、ルネサンス式や中世、また、近代の複数のリコーダーは、円筒形ボアを有する。金管楽器も円錐形あるいは円筒型に分類されるが、実際はほとんどは、円錐形部分と、円錐型でも、円筒型でもないフレア部分との間に、円筒形部分を有する。ベナデによる、 典型的な各部分の割合を以下の表に示す。これらの割合は、バルブやスライドを操作すると変動する。蒸気の数字はバルブが開いている、あるいは、スライドを完全に入れている楽器のものである。円筒管や円錐管の標準モデルからのこのズレは、金管楽器の固有振動周波数が第一固有、振動の整数倍に対応していないことを意味する。しかし、高音域は、 架空の気温の整数倍に相当する。架空の気温はペダルトーンとして演奏することができる。木管楽器とは対照的に金管楽器の奏者は音を大きく上または下にリップさせることができ、楽器によっては特権的な周波数を利用して可能な範囲以外の調和した音を得ることができる。ありがとうございます。